よーし! はぁ…結局、何も進展なかったわね。 ひなた、ごめんね。背中を押すって言ったのに、あまり役に立てなくて。うん。少しの間だったけど、ナルト君と一緒にいて、これまで歩いてきた道を知ることができた。ナルト君は、やっぱりすごい人だって、改めて気づかせてくれた。ひなた。でも、 それでも、ナルト君はナルト君のままで、あの背中は変わらずにいてくれた。私は、それが。けど、お前みたいなやつって、結構好きだってばや。とても嬉しい。さくらさん、ありがとう。私、 こうして3人で旅ができて、よかった。お礼を言うのは、こっちの方だよ。ひなたがナルトを思う気持ちは、私が彼を思う気持ちと同じ。<笑>
ひなたの前向きな気持ちは私に勇気をくれた。さくらさん？お互い大変な相手を好きになっちゃったわね。さくらちゃん、ひなた、どうかしたのか？なんでもない、すぐ行く。ひなた、頑張りましょう。風は舞う、空を駆け、海を抜け、草を揺らし。優しき風はいずれ彼らの心を満たすだろう。来たる日まで忍び、共に歩む時まで耐える。かの道もまた先へ続く一つの道、それすなわち人道と呼ぶ。楽しかったってばよ。おっここまでだ。
ガンガン攻めた。合流かの術。ガチ。おう。これがウチハの力だ。ここまで。でも変え。これが究極の現実。ここでは俺が全てを支配する。チリと消えろ。現実に抗う術はない。お待たせ。俺が消えた。よこ、行きます。遅い。気軽に呼んでくれ。もういいか。俺にはやるべきこと。ナイスだ。へへ。ハハハハ。へへ。ハハハハ。バカな。熱血だ。ハハハハ。よっしゃ。なぜなら、よし、
へえ、疲れたってばよ。